丸ガンナと角ガンナ、さらに爪切りガンナと釈迦ガンナ、小刀を作ります。カンナなどの焼き入れの時には松炭を使います。羽目に粗削りした椀を固定し、角ガンナで外側を削り、サンドペーパーで仕上げます。中削り用の羽目を作り、外削りの澄んだ椀をはめ、丸ガンナで中削りをします。椀の寸法や深さをそれぞれの計測器で測りながら削り、サンドペーパーで仕上げます。生地材として現在は土地、水目、欅などがお椀に使われます。